ットマークジェイディアの MGP をフォローして、ぜひ MGP さんのサイトで応募してくださいと、はい、いうことの感じです。いらなくても、はい、応募してください。そして、時間がね、はい、過ぎてしまっているんですが、はい、エンディングですね。ついに、はい、まずですね、スクリューさんの今後の告知を真鍋君から。はい、はい、ここで初解禁情報が載っていますのでね、うん、はい、なんと言っていいですか。はい、言いましょう。まだ発表してないですよ。まだ発表してないですよ。初解禁情報、はい、BS カンパニープレゼンツ、うん、プラチナナイトショー、おスクリュー主義の非公式集会ボリューム3、おプラス、おボリューム4、おなんと2012年12月23日高田のババエリアで2部公演で開催決定しました。帰ってきたプラチナナイトショー、久しぶりですね、これは。初解禁ですよ。6年ぶりですか。でも知ってますかね。いやいやいや、そんなでもない、そんなでもない。これは1日に2回やるの、うん、そうですね。一部が、15時半開演、二部が17時から、はい、あ、19時から開演、はい、ここはね、なんか22時にね、今日もフィアスモバイルみたいなチケット先行、はい、やってるやつなんですけども、じゃあもうやってると思って、もう始まってんだ、みんな急いで。なるほど。そうなんです。だからね、皆さんこう、チケット、はい、見つつ、はい、これを見つつ、こうね、チケットをね、そうですね、お求めくださいと、はい、まあ楽しんでくれますと、いや、うん、一緒に過ごしましょうと、うん、待ってます。はいはい、そして、次が、ロイヤルナイトショーボリューム5、うん、じゃ最後のロイヤルナイトショーになります。そうですね、最後のロイヤルナイトショーになりますね。はい、ウィークの誕生日が、はい、ついに来ました。来年2013年1月2日の日曜日、坂田のババエリアでやりますと、うん、そしてドレスコードはジャージになってます。ジャージです、はい、ジャージです。はい、まあ、それもね、スクラスも合うということで、うん、らしいじゃないですか。はい、次来てきてもらえるとね、そうなんですよ。それでチケット先行は11月19日、月曜日の12時から12月17日、月曜日の18時までになっているので、お見逃しなく。はい、はい、ということです。はい、そして、まだ続くと。はい、はい、現在スクールワンマンツアーが、ザナックでも全国と題してやっているのですが、次が名古屋公演になりますかね。そうですね。はい、そこからもろもろ回りまして、受けていきますので、詳しくはオフィシャルサイトの方をチェックしてください。はい、はい、そしてまだ続きまして、はい、スクリューセブンスアニバーサリーライブネバーエンディングブレスと題しまして、はい、4月13日江坂ミューズ、4月14日名古屋エルビゾール、4月2日渋谷アックスでありますので、うん、ぜひ70年を祝いに。一般発売日が、2月23日、うん、来年の、まあちょっと先行とかで、ね、これからやっていくんで、うん、早めにゲットしてください。うん、まあね、こう7周年でアップするっていうのはね、僕らの目標であり、ザナックに込められた、意識もあると、はい、いうことなので、ぜひ皆さん、アックスで、目に会えたらいいなと思っております。うん、そして、オープニングでも言いましたが、はい、スクリュー TV ショーは、ボリューム23、はい、23 今日で、おしまいだね。23回目ということでね、うん、まあ、2年間やってきてね、何か変わったこととかね、どうでしょうか。最初のだってまず1回目とかね、我々スーツ着てましたから、ね、そうだね、スーツ着てました。あとあれだ、通訳さんいたもん。そうですね、同時通訳、そう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 、はい、同時通訳やってます。メンバーがずっと喋ってる番組じゃなかったもんじゃないですか。そうなんです。でそれがですよ、どんどん壊れてきた、増えてきたというのか、なんか皆さんコスプレ変な、はい、出ましたね、ゲストみたいな感じで、岩井さんから始まり、いろいろありましたね、サーモンさんに、まことちゃん、まことちゃんに、ジュンコちゃんに、山手さん、そしてその時はなんかね、こう、キャラのね、ケイユさんとか、うん、はいはい、なんかメイクして、終ったりとか、タイトルさんとかも来てくれたりとか、いや、楽しかったですね。いろんなことをやりましたね。やりましたね。過去を振り返って、いや、ね、思い出を。そうね、はい、2年間やってたけど、最近結構こうラジオだったり生放送だったり動いて、ここから始まったもんね。そうですね、初めて生放送やって、こうみんなドキドキみたいな。そう、その緊張がそうだったね。でも TV ショーでこう培った経験をこう生かしてこういうふうにやってんだなと思って、これからも最終回ですけど、この経験を生かしてまた頑張ってくるんで、はい、また戻ってきますと。お、約
動します。はい、はい、じゃあ次行こう。いや、学ぶも言ったんですけど、なんかこの番組でこう、なんていうの、俺らの裏の顔っていうのがどんどん、ね、出せていけたんで、ね、こう惜しまれつつも、惜しまれつつもっていうか、この終わることが悲しいですけど、あのまた復活することを願って、うん、待ってますという感じで、僕らもね。いや、どうも。そうですね。まあ、マラー君も言ったんですけど、俺の彼女、新たな才能を発見できて、どうした？すげえ弱かったっすよね。これから、絵に優れてくるので、そうだね。うん、でも、ここまでをね、こう、描いていけたらいいなって。おっ、うまいこと繋げたね。本当に、本当にいい経験ができましたね。あ、そうですね。大事な番組ですかね。さあ、どうでしょうか。どうでしょうか。始まったのは、入って半年もしない頃ぐらい、半年ぐらいは、でこの番組がきっかけでファンの方とこういう場面で交流みたいなのができるようになったんで、当時の僕の状況からしたら非常にこうありがたい番組だったんですが、お互い知らない部分で知れるみたいなのがあったんで、この番組にすごいこう助けてもらった部分がすごいいっぱい多かったんで、非常に感謝してますね。2年間でしたけども、またどっかでこういうときに、ここでやれたらいいなと思ってるんですけど、はい、ありがとうございます。じゃあ最後に、まずね、このスクーティング衣装、最初は、ね、期待と不安があったんですけども、いつの間にか、僕らのね、結構癒し的な、存在の番組になってですね、なんでまあ2年間結構やってきて、まあ、他ね、丸く言ったけど、他の番組とかもいろいろやらせてもらえるようになってきて、そこはね、こういう TV ショーで培った経験っていうものが、すごく大きく左右されてるなと思ってます。そしてこの2年間で、見ていただいた、お客さんの数言いましょうか。延べ50万人の方が、見てくださったというね、本当にね、大きな番組ですよね。なんでね、また、みんなに、違った形で、お会いできればいいかなと思ってます。スクーティービューショー、ありがとうございました。そしてね、いつも見てくれて参加してくれた皆様、本当にありがとうございました。また別の機会でお会いしましょう。言い残したことはないかい？最後だぞ。ないかい？ないと言えない。やっぱ最後もね、僕ららしいかな。いや、本当は思うこといっぱいあるんですよ。そうですね、なかなかね、ない。本当にね、この楽しい番組を一緒に作ってくれたスタッフの皆さんにも感謝して、これからの活動の詳しみにしていきたいと思います。なので、今後のスクリューをよろしくお願いします。それでは皆さん、またどこかでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。